バンセンヌはフランスバルドマルヌ県のコミューン。南部に接するバンセンヌの森はパリに属している。パリの東にある。ルバロアペレに次いで人口密度は国内第2位の高さである。バンセンヌ城がある。バンセンヌの歴史は12世紀に始まる。ルイ7世がバンセンヌの森で大きな狩猟の催しを行い、 休憩を取るための城を築くことを決めた。ルイ7世の後継者、フィリップ2世は、城を拡張し壁で森を囲んで狩猟を行った。しかし番宣布が、真に都市となったのは、ルイ9世の時代である。彼は、番宣布の荘園で過ごすことを好み、森の中の有名な菓子の木の下で重要な祭壇を下した。 1248年と1269年の二度、いった十字軍である。フィリップ六世は荘園を要塞化し、1337年には、城中央に巨大なダンジョンを築いた。シャルル五世は1373年にダンジョンを完成させた。イングランド王ヘンリー五世が摂政とされた、トロワ条約後、1420年から城、をイングランド軍が摂集した。 1436年、パリとバンセンヌから、イングランド軍が撤収した。後、フランソワ一世が、サント・シャペルレーハイドを完成させた。ジュール・マザランは、1661年に亡くなるまで10年以上、バンセンヌとその城のために、いくつもの計画を構想した。マザランの死後、ルイ14世は宮廷をベルサイユへ移した。17世紀終わりのバンセンヌは、 王の出発によって逆説的な事態となった。農民がバンセンヌに定住したのである。1740年、ルイ15世の長久であったポンパドゥール夫人が講演して、バンセンヌ焼きの工房が作られた。工房は1754年にセーブルへ移った。1929年、バンセンヌの森をパリへ活上したため、バンセンヌの面積は以前の半分となった。 ありがとうございます。